ジャコモ・ブレシドラ・ジアコーモ・ブレッサドーラは、イタリアの司祭、金類学者である。オーストリア・チロル地方のオーティスに生まれた。当時、オーストリア領のトレントで学び、インペリアル・レギオ・ギンナシオを卒業し、進学を学び4年後、司祭に除解された。バゼルガ・ディピネ・ロンチェニオで働いた後、1874年から、メールイン・バルディソウルで司祭を務めた。植物学の研究をはじめ、 コケ類やチー類の知識を深め、カプチンフランシスコ修道会のジャイアバネラ神父の励ましで菌類の研究も始めた。後に、ブレッサドーラーが記載した一本締め地下のキノコの学名、オンファリアジャイアバネラ神父はジャイアバネラ神父に懸命したものである。1885年にトレントに移り、教区管理者になり、制度三次会監督に任じられ、1910年まで、 その職を続けた。菌類学の著書に、多くの図を含む風味とライデンティニーのび、ベルノオンダムデリニエテ、ディスクリプタイ、イアイコンナバスイラストレーターやイコノグラフィア、マイコロジカがあり、国際的に評価された。ホーキタケ科のミュークロネラブレシドリーやスイライカビ科のアスカファナスブレシドリーなど多くの菌類に、懸命されている。ブレスは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジアコウもブレッサドーラを示すのに使われる。ありがとうございます。